しい。私をお笑いくださいませ。毎夜毎夜、私は花とばかり語り合っております。あなた様をも含めて、みんなを嫌になりました。花は、曼陀の桜の花でも、一輪一輪、恐ろしいくらいの個性を持っております。私は、今ベッドに腹ばいになって、鉛筆をなめなめ、考え考えして、一字一字書き進め、もう、死ぬるばかり苦しくなって、そうして、枕元の水仙の花を見つめております。電気スタンドの下で、水仙の花が三輪。一つは右を向き、一つは左を向き、もう一つはうつむいたまま、それぞれ私に語ります。右を向いている真面目の花は、わかっているわよ。けれども、生きなければなりませぬ。左を向いている活発の花は、どうせ世の中ってこんなものさ。うつむいている少ししおれかけた花は、お姫様、あなたは花ほどのこともないのね、申しました。生まれながらの古典人、黙っていても歴史的な、床の間の置物みたいな私たちの宿命を、花さえ笑って眺めております。床の間の見事な石の置物は、富士山の形であって、人は、ただ遠くから、惨憺の声をかけてくださるだけで、どうやら、これは食べるものでも、触るものでもないようでございます。富士山の置物は、一人、どんなに寒くて苦しいか、誰もご存じないのです。滑稽の極地でございます。文化の果てには、いつも大笑いのナンセンスが出現するようでございます。教養のあらゆる道は、目的のない報復絶踏に通じてあるような気さえいたします。私は、この世で一番不健康な、真っ暗闇の女かもしれませぬけれど、また、そのゆえにこそ、最も高い、誠の健康、見せかけでない、たくましい朝を知っているように存ぜられます。なぜ生きていなければいけないのか。その問いに思い悩んでいるうちは、私たち朝の光を見ることができませぬ。そうして私たちを苦しめているのは、ただこの問い一つに尽きているようでございます。ああ。ため息ごとに人は百歩ずつ後退するとか。私はこの頃大変酷烈な結論を一つ発見いたしました。貴族はエゴイストだという動かぬ結論でございます。いいえ、何にもおっしゃいますな。やっぱりご自分お一人のことしか考えておりませぬ。ご自分お一人の格好のためにのみ死ぬるばかり苦しんでおります。ご存知でございましょうけれど、私の枕元には三輪の水仙のほかに小さい鏡台が一つ置かれてございます。私は花を眺め、それからこの鏡の中を覗いて、私の美しい顔に話しかけます。美しいと申し上げました。私は私の顔を愛しております。いいえ、愛惜しております。白状なさい。あなた様も全く同じような一夜をお持ちなさいましたことを。私たちの苦悩はみんなここからこの鏡の中から湧いて出ているのではございませぬか。人のため、大変つまらぬ、一人の肉親のため、自身を泥に埋めて粉々にする妄動が、
なぜ私たちにできないのでございましょう。それができたら、揺るがぬ信仰を持って、それができたら、キザなことばかり言っております。軽蔑なさいませ。私は、破れかぶれなの。私、今、頬を赤くして書いております。私は、あなた様を愛しています。鉛筆を噛んだまま、長いこと考えました。愛しています。と書いて、消そうか。けれども、これはやっぱり、このまま消さずに置いた方がいいのだ。と、また思い直し。ああ、もう、どうでも、ご勝手になさいませ。けれども、やっぱり私は、あなた様を愛しております。言葉が、いけないのでございましょう。愛しています、というこの言葉は、言葉にすれば、なんとまあ、しらじらしく、キザっぽい、もどかしい言葉なのか。私は、言葉を憎みます。愛は、捕獲できない宇宙的な、いいえ、先見的なヌーメンです。どんな素晴らしいフェノメンも、愛のほんの一部分の注釈に過ぎません。ああ、またもや甘ったるいことを言いました。お笑いくださいませ。愛は人を無能にいたします。私は負けました。教養と理智と真理と、こんなものが私たちを、私を、大脳のどん底の、そのまた奥まで叩き込んじゃった。重郎様、この度の全く新しい小さな愛人のためにお喜び申し上げます。笑われても殺されてもいい。一生に一度のお願い。お医者様に行ってきてください。悪い男に抱かれたことございます。とある朝、重郎様に泣き泣きお願いしたとかいう、その愚かしい愛人のために、お喜び申し上げます。お許しください。私は、それをくだらないと存じました。そうして、そのような愚直の出来事を、有頂天の亀裂をもって、これは、第一の愛情だ、とおっしゃる重郎様のお姿をさえ、浅ましく、滑稽なものと存じ上げます。私も、もう25になりました。一年一年、みんな、ぞろぞろ私から離れていきます。そうしてみんな、あの、平民的とやらの群衆の中に紛れ込んでいきます。私は、せめて、このおばあちゃん一人を、花火のように、儚く、華麗に育てて行きます。さようなら、お別れの、いいえ、握手よ。私、うぬぼれてもいいこと？あなたは、きっと、私のところに帰ってまいります。お達者に、お暮らしなさいまし。K.R.